町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死。その裏にあったのはアドデック9がセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろ。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ八神、これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れんのはあんただけだ。分かった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田検事。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ねえ、とにかくすぐそっちに行きます。現役のデカが殺しで逮捕か。ショッキングな光景だな。そんなに嬉しそうに言うなよ。こちらは源田法律事務所の星野先生。若いけど頼りになる。おい、あんたが弁護してくれるんじゃないのか。いや、俺はもうずっと法廷に立ってないから。その代わり証拠集めに回る。大丈夫、羽村の時もそれでうまくいったよ。星野です、よろしくお願いします。いいのか。新谷はあんたの先輩だろ。もし俺が犯人だったら。まあでも綾部さんは無実なんですよね。
え、あれ、そうですよね。多分な。多分なんですか。新谷はあんたの銃で撃たれたんだって。検事たちがそう言ってた。ああ、弾の線条痕が一致してるらしい。線条痕って何でしたっけ。はあ、すみません。拳銃ってのは弾の軌道を安定させるために内側に螺旋状の溝がついてる。で、撃つと溝で弾に傷が残る。それが線条痕だ。へえ。その溝は人間の指紋みたいに銃ごとに特徴が出る。つまり拳銃ごとに全部違う。で、今回新谷の死体から出た弾の線条痕が俺の銃のものだったわけだ。じゃあ新谷先生を撃ったのは本当に綾部さんの銃だった。ああ、凶器は間違いなく俺の銃だよ。それが意味するのはつまり誰かが俺をはめたってことだ。どうやって。新谷が殺された日のことを覚えてるか。俺らテンダーで飲んでたろ。カイトもいた。ああ、覚えてる。黒岩と初めて会った時だ。あの後俺はもうしばらく一人でいて、それから店を出た。ところがそっから先の記憶がねえんだ。はあ。何かで頭を殴られた。後ろからいきなりガツンだ。闇討ちされたってことか。場所はどこで。店の近くだったろうが、はっきりしねえ。何しろ全部急だったんで。それでも刑事か。しょうがねえだろ。おまけに気を失ってる間に場所を移されててな。それで余計記憶が。場所を。ベンチに寝かされてた。カムロ町の児童公園のベンチにな。で、起きた時周りにはもう誰もいなかった。テンダーからだと結構あるな。車で運ばれたはずだ。どのくらい気を失ってた。1時間くらいだ。後で知ったんだが、新谷はちょうどその間に殺されてた。俺の銃で撃たれてな。じゃあ犯人に銃を奪われたってことか。いや、銃は俺の懐にちゃんとあった。え、要するによ、俺を襲ったやつは俺の銃で新谷を撃った後、全く元通りに戻してくれたわけだ。たった1時間の間にな。じゃあ弾だけ減ってた。弾数も元のままだ。使った痕跡も綺麗に消されてた。でも補充された弾から手がかりを探せば。量産されてる弾だからどれも同じだ。無理だな。ところであんた、自分が闇討ちされたことを上には報告してたのか。してない。だって手帳も拳銃も何も盗まれたものはないし、面倒だったしよ。それに普段の素行は突っ込まれるしな。悪徳刑事の悲しさか。真っ当なデカならちゃんと報告してる。まあ認める。でも犯人の狙いはそこかもな。あんたなら騒ぎ立てないと見越して濡れ衣を着せる相手に選んだとか。全て計算済み。まあかくして現場から出た弾にはあんたの銃の線条痕が入ってた。それは事実ってことか。そいつを聞かされたのもついさっきだ。銃の線条痕が出た時点で俺は第一容疑者だろ。なのに周りの同僚は誰もそれを知らせてくれなかった。ここんとこ捜査の時、黒岩はいつも俺をそばに置いてたろ。あれは俺を監視するためだ。ま、今思えばだけどな。アリバイ聞かれた時は何て答えた。公園で寝てました。それじゃあ誰も信じてくれませんよね。俺は新谷をやってねえ。俺ははめられたんだよ。なあ八神、あんたから見て俺は助かりそうか。ああ大丈夫。いや、俺もバカなこと聞いたよ。あんただって
他に答えようがないもんな。いいか星野君、綾部はまんまと真犯人にはめられた。俺はその前提で動く。じゃあ全面的に綾部さんを信じるんですね。綾部は刑事の風上にも受けないが、そこまで悪じゃないし頭も切れる。自分の銃で殺しなんてやらないよ。真犯人は別にいる。それはやっぱりモグラですか。ああ、当然第一容疑者だ。だからまずはモグラに近い人間を当たる。モグラに近いって、あ、羽村の頭。ああ、でもあの人の居場所も分かんないですよね。そうだな。でもそこはまず松金のおやっさんに聞いてみる。何か分かるかもしれない。そうですか。じゃあ僕は一度事務所に、源田先生にもろもろ報告してきます。え？なんだよ、また面倒事か。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやっさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ。決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ凶霊界の的にされるかもしれねえんだ。その通りで、今安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ、助かるよ。綾部のこと星野君から聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、海は組やめて以来か。へい。おやさん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえかな。確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって。羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は。俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。ああ、親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽
羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやっさんに恩知らずと言われようが、譲れない。バカ野郎。親父、親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東、へい、腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえかターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ。
騒げ。まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。分かったような口聞いてんじゃねえ。わかるんだよ俺には。若え頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目でわかる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの歳なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら、今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのは、ハムラが抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ。ハムラは殺しが必要な時は決まって、同じ人間を使ってるみてえだ。きっと、そいつだろう。誰なんだ、そいつは。さあな。ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは？ねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで、奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。
俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は何とも言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。松金組に盗聴器仕掛けろって話だよね。もう話は聞いたんだな。そ、じゃあ杉浦君説明してあげて。あのね、悪いけど無理。こっそり忍び込めったって組事務所じゃずっと留守番いるでしょ。出入りも防犯カメラで見られてるし、挙句にもし捕まったらよくて半殺し、冗談じゃないって。だそうです。だそうですじゃないよ。どうすんだよ海藤さん。まあまあ怒るな。というわけで別の手を考えといた。忍び込むのが無理なら潜り込みゃいいんだ。ん？まあ聞けや。タボ、こいつに見覚えねえか？誰これ？派手なジャージ。確か松金組の。おうよ、組一番のおしゃれ大好き田代くんだ。夜だろうがグラサンを外さねえ。ところでこいつはターボーと似たような体格でな。俺に似たような体格ってまさか。もしこの田代くんがマスクでもしたら、中身がすり替わったって誰も気づかねえよな。うん、きっと気づかねえよな。グッドアイデアだね。はあ、じゃあこの田代くんに変装して潜れって。うん、まずはヤツを見つけてジャージとサングラス一式を拝借。あとは簡単だ。堂々と事務所に入って盗聴器を仕掛けまくる。なんだよ、結局俺がやんのか。よろしくお願いします。まあでもだいぶ頭使ったな海藤さん。ほら、いつか松金組に戻る日があるかもしれねえって今日までそう思ってた。ん？なんだよ急に。でもよ、親父に面と向かって逆らったんじゃもう無理だ。あそこまでしたからにはもうとことんやるまでよ。だろ？そっか。よし、じゃあ田代くんの身ぐるみ剥いでくっか。あのな、おっさん、うち店はお触り厳禁なんだよ。
入り口に張り紙してるんだろうが。ですから触ってませんって。ん、嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あってめえは矢神。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。あ、待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。あ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な街でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タバオ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布ん中札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろ。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、多忙。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。次だ、次。カイトさん、お前が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。くそ、行け。行くぞ、ターボ。
もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。組の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。まんまと跳ねてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたら動かしてる黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくて翔野を呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は翔野だ。橋木も殺される直前まで翔野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は翔野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。くそ、誰か火つけたな。頭。海藤さん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。